ギリギリ間に合ったような間に合わなかったような左右が反対なんですよね。だからこれを今から直すと、これねなりそうな感じがしたから共造の形なんですけど、もうスタートさせたんですね。だから多分鐘は6つ入ったと思いますね。で手が近くにゆっと見えるとかね、これ部長法で本当良くないんですよね。この辺に、この辺にって、口でこの辺にって、まあ具体的には手で刺すと部長法だから、この辺にカメラがね、今こうペンの先で刺してるわけですよ。ペンの先で。この辺にカメラがあって、今手がちょっと映ったのもね、すごい綺麗なお見てだったらいいけど、そうじゃないから、ね、なんか趣味があったりとか、そういうのを見せてもね、全然。皆さんには、興ざめでしょうから、できるだけ見せない方がいいんだけど、まあ一人でこれはオペレーションしてますので、どうぞ、この、ご容赦ください。これね、階段上がってきたりするから、暑いんだよね。で、いつもこのところ同じパターンで、じゃあ冷房をつけますわ、冷房をつけたから窓閉めますわっていうパターンでね、まあいいじゃん、そういう一つのルーティンっていうか、私の一貫の放送、ちょっとこのところの反省がね、本当にこうダダしゃべりに出しているね、ダダイオサムじゃないですけども、なんか本当にダダしゃべりというか、ダしゃべりっていうか、もう文字通りの意味の雑談。これね、窓閉めますわ。窓をね、こっちの窓閉めて、で、こっちの窓もね、こう扉閉めて、こう扉があるんで、ここ閉めないと、こっからパーッと玄関の方に空気が出ちゃうわけですよ、冷気がね。窓を閉める音とかね、窓を閉める音とか聞こえてますかねとかって言って、向こうの部屋でこっち曲がって、こっちかこっち曲がって、こっちかこっち曲がって、もう絶対画面にも映ってない、声もおそらく届かないところで、窓もここの窓を閉めてとかって言ってる自分が怖いですよね。マイクもないのに一人の行動状態が続いてる。で、一人だだしゃべりだから、その割とそのネットなんかを探して、まあ自分から見ても新しい情報っていうかね、珍しい情報だなっていうのを探して、そういうのを紹介するっていうやり方で大体やってるんですけど、このところですね、この1週間か2週間ぐらい、本当に私個人と考えたこととか、ね、妄想とか、想像したこととか、そんなことばっかり喋って、本当にダダ喋りというか、ダ喋りというか、まあいいか悪いかわかりません。まあこの日刊生放送の第一の価値は、続けてやると。ね、こんなだからもうダメだとかって言わないで、まあ、どんな低空飛行であっても、とにかく続けると。続けてやっていればね、続けておりますっていうことの中で、また、プシューッとこう、飛躍したり、飛翔したりね、する目もあるわけですから、とにかくこの物事は続けるっていうことが大事なわけですね。で、もう一つの価値は、この生である。生である。ということですよ。ですから今、この時間ね、6時、向こうの柱時計見ても6時4分で、お手元の時計をひゅっと見ていただいて、あ、6時4分じゃないかっていう方は、ポンと、あ、生放送を見てるんだ。ね、生放送を見てるということが、どんだけ価値が高いか。どんだけっていうことですよ。どんだけって誰のギャグだっけ。だから今日もさほど、なんかネタ探してないんですけど、ネタ帳もね、最近開いたり書いたりしてないんですよ。
この無印商品ね、無印食品、あ、良品か、無印、なんで俺が無地の宣伝せなかった、良品、良い品ね、食品に見えたんだよ、無印食品でノート売ってんのって思ったんですけど、だこういう風にいろいろネタをね書いてて、でも最後のページ、うん、ポケモンカードから、これからのなんとかに必要な教育に必要な要素が見えてきたとかね、これは話してないけど何の話だっけみたいな、これから超絶技たち、ピアノアレンジとかね、 YouTube、 ああこれ準備しとかないとだよね、開けとかないと、お囃子 BGM 講座、高音質ね、日本の祭り気分、祭り気分が味わえる、これはあれですよ、その科学落語ですね、宇宙論落語、をやって、その時の私自身がまあ台本作家として、演じてみると、でそれせっかくだからその音楽つけて、お囃子つけて出てきてね、ほんで私がこうちょっと解説入れながら、お話というか落語をやりまして、新作落語をやりまして、で一番終わりのところも終わりのお囃子入れるとね、そうですよ、これがどんなお囃子かってのが YouTube で、さっき言ったタイトルの41分7秒あたりのところから使うと、だから結構大雑把で何のプランもないように見えて、割合細かく作り込んでるところもあるんですね。41分7秒にスタートするところで始めたら、私のお囃子としてすごくいいとね。出囃子の師匠登場、これはこれの関連で見てて、あの落語の落語家さんが出てくるときに、まああれ太鼓と、笛はあんま入んないか、三味線でね、出囃子ってやつね、それをその専門の人もいるし、まあ女性の人が今多いですけどね、それから桂米朝一門なんかは落語家が自分でやると、そういうしきたりみたいでみっちりこう教えられる、でこういう風にやるんですよ、だからもう今は何でもエンターテインメントの時代だよね、誰々師匠の米朝師匠の出囃子とかやってみせましょうっていうのでね、おしゃべりしながら、横にいつもだったら楽屋で見えないところにいるのがステージの上にね、この収録のためのステージに登って、解説しながら見せるっていうね、そういう感じですね、そういうのとか、硬い弁とか子供たちの音楽会、手のひらを YouTube、 これはもう全然、硬い弁にはオイル出るって、これもう何でも書いてるね、雑記帳だね、聖書トレーディングカード、聖書トレーディングカードって、私がね、Facebook 始めた頃に、すごくこれまで流星を極めてたけど、もうそろそろ終わりが来て、みたいなね、そういうこのグループがあって、 Facebook グループがあって、まあその神学とか教会のいろんな事柄を面白い話にして、まあ大遊びしましょうみたいなね。で私最後の方だけちょこっと参加させてもらいたいと思ったけど、もう終わるのねみたいなね。でそこにその神学者トレーディングカードっていうのがあって、一番有名な人物はバルトとかですね、それからブルトマンとかですね、モルトマンとかですね、で日本だったら誰々とかですね、誰誰でごまかしてるよね、そういうふうにその神学者、有名な牧師さんのカード、トレーディングカードだ、これどれが一番ポイントが高いかとかってやったらね、
一番最強なのはバルトなのか、もっと最強のカードがあるのかね、それなんか思い出しましたね。あ、それからマウスで電池、あ、これはね思い出しました。そのカーソルはそのディスプレイの中にあって、ディスプレイの中でこじを動くだけだけど、リアルな空間でこのこれぐらいの大きさの矢印作って、リモコン式にマウスを動かすと、その矢印が床の上をゴロ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 ってこう動いていくって、そういう工作をした人のね動画でした。なんかくだらないネタばっかりだよね。日本一厳しい重量制限、驚きの数値に目を疑う、通れません。 0.1トン未満の車しか通れません。これちょっと体重が軽くはないなっていう方が2人、車じゃなくって人間が並んで通るのも橋ですよ、橋ね。で、なんでこんなことに、もう正式な、国交省が交付するっていうか、発行するっていうかね。この丸い赤い中に 0.1 トン。で、書いてるわけね。制限重量が。なんでこんなことになってんのっていうお話とか、歩行困難な人も、感激っていうのは劇を見ることね、なんとかが実態だから、まあ歩行が困難な人は劇見に行ったりとか、なかなかしにくいけど、そういうのがしやすいね。ええかげんやな、これネタ帳に書いてることだから大体やった話だね。清水トンネル界隈、これね、これやってないんですよ。これやろうと思ったら、その YouTube しっかり見といて、自分の中にしっかりこう追い込んどいて、もうスラスラっと語れるように話さないといけないから、すごい。まあ清水トンネルっていうのは難工事だった、水はどん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 出るしっていうようなね、そういう話。錬成の秘密、太陽が2つあったらどうなる、これも私の好きな宇宙論ですね。宇宙にはいろんなことがあるっていう話でね。そういうネタの収集を最近やってないので、こう最後のネタ書いた最後のページね。で、この最後のネタ書いて、その後は、ね、こう最後のページに、岡、エースを狙えって書いてあって、次めくったら、空白。最後まで空白ということで、エースを狙えのヒロイン岡ひろみ選手がね、もう自分にテニスの楽しさ、テニスの厳しさ、世界に飛び出していくテニスを教えて鍛えてくれた宗像監督が、自分が海外の試合行って帰ってきて、その間に昔からかつてからあった難病でとうとう死んでしまったね。日記の最後の方に、岡を無事に送り出してやることができたね。もうそしてその次はもう岡をエースを狙え、これで終わりです。あとはクワクワクワクね。私のこのネタ帳もクワクワクワク、レベルは全然違うよね。桁が3桁か4桁ぐらい違いますよね。感動レベルというか、程度のレベルというか、これでね、6時13分。今日ね、買い物をする時間が短くって、そうなのよ。駐車券っていうのがあるわけですね。駐車券っていうのは、駐車痛いから嫌って、そっちの駐車じゃなくって、車止める方の駐車ですよね。それで私がいつも、この、そぞろ歩くパークタウンっていうところは、まあ、30分無料なわけなんだ。30分無料。ね。で、買い物したら、駐車券お持ちですか？ああ、やってって、だいたい1000円ぐらい買っても、2時間プラスしてつけてくれるわけですね。2時間。
だから、まああんた金落としてくれるんやからゆっくりしてってよっていうことでね、まあ金を落とさせて、金落とすったって床に落とすわけじゃないですよ。お金を使って物を買うということを金を落とすって言うんですよ。そんなこと言わないことで分かってるよってね。もう脳みその中に思い浮かんだことを何でもパッパラパッパラね言うわけだね。でもね、脳みそにチラッと思ってもね、あ、これは言ってはいけないな、言ったらまずいなっていう話もね、結構ね、やっぱりあるんですよ。私の脳内をピューッと、あ、これ口出すの却下、出したらまずいっていうのはいろいろあるんですけど、それはさておき、だからその駐車券ね、今日はね、財布を持ってなかったわけね。クリニック行ってそこでは財布いらないわけですよ。まあ行く途中にお弁当買ったりね、私お弁当買うときに多いのが巻き寿司でね、初めはねコンビニの巻き寿司買ってたんですよ。コンビニの巻き寿司と稲荷のセットでこれぐらいで400円ぐらいの値段で、私途中でハタと気がついて、コンビニは割高なんだ、スーパーマーケットで買ったらもっと安いと思ってスーパー行ったら果たしてもっと安くであったと、同じ品が100円以上安いという状態ですね。でもそうすると欲が出てきて、ちょっと握り、寿司っぽいのが食べたいと、醤油つけて食べる寿司が食べたいっていうのでね、同じ予算よりちょっと安い予算でというようなね、そういう時は財布を持ってってるわけだ。もう一つは喉飴買おうとかね、薬買おうとか、そういうのがない時は財布持っていく必要はないから持ってってないんだけど、パークタウン行ってからふっと頭をよぎるのはその30分ルールですよね。入る時間が、そのゲートをねくぐる時間がまあ5時10分とかだったりして、ですから30分足すと5時40分を超えると、30分超えちゃうわけじゃないですか。その時にね、100円発生するわけですよ。この発生するっていうのも、さっきのお金を落とすじゃないですけども、お金が空中にふわんとこう発生すると、そういう意味ではないわけですよね。100円払わないといけないということが発生すると、それを略して100円発生するというわけなんですけども、ですからね、もうそそくさとだいたい通るルートが決まってるんですけど、この階段上がってね、フードコートを見て、今日は何パーセントぐらいの入りかなとかって思ってざっと見て、で橋渡って、で向こうはボーリング場が2階にあって、エスカレーターで、野外エスカレーターで降りて、で1階が書店だから書店に入って、どんな本あるかってね、今日ね書店で目についた本ってね、なんだっけ、あんまりそそくさと通り過ぎたから覚えてないですね。でもね、私必ずチェックするのは、やっぱりどんな活字の詰まり具合か、紙の分厚さ、そして必ず後ろを見て何円か、これで何円か、これで何円か、ね、雑誌とかでも、表紙はカラーでこんなでね、中も写真がたくさん入って凝ってて、ね、活字道。そうだよ。そういう点で一番印象に残ったのが、その CQ なんとかっていう雑誌ですよ。CQ って言ったら、CQ って、これはいわゆるアマチュア無線ですよね。CQ クラブじゃ、ちょっとね、今正確にその雑誌の名前出しますわ。CQ と入れて、雑誌と入れたら、出るかな。CQハムラジオ。そうじゃなかった。CQ ハムラジオ。そういうタイトルだったかな。CQ ハムラジオ。そういう、そうだったかもしんない。この表紙を見たら、あ、なんかそうなんだね。これがですね、これは、表紙の写真が出てますので、表紙の写真。で、私の印象に残ったのは、それで値段がね、
安いっていうことなんですよ。すごいね、情報量たっぷりでビシッと細かい活字でね、あと情報も満載でページ数も分厚くって CQ ハムラディオ2023年10月号最新号ですね。私これ見たんですね。海外局との更新を楽しもう。定価990円。あ、そうでもないか。この雑誌でなかったな。500円ぐらいだったような印象がしたんだけど、990円か。でもね、これ他のいろんな種類のから見たら、だからその時の印象は、読者が多いのね。懐かしい雑誌とか、懐かしい雑誌とかって CQ ハムラジオに向かって行ってる Y さんの履歴をちょっと聞いてみたいですよね。聞いてみたいですよね。これページ数とか書いてないか。CQ ハムラジオ2023年10月号。ハムラジオってネズミみたいな動物が持ってる小さいラジオって意味じゃないですよ。ハムっていうのはもう言わなくてもいいか、くどいとかって言われるね。こういう感じの語りが多くなると、なんかね、お客様方からくどい、ちょっとくどいんじゃ。何ページかって雑誌はあんまり何ページって書いて、結構ね、分厚かったんですよ。紙も薄くてね。他 CQ って入ってる雑誌。やっぱりこれのことやったんかな。これのことやったんかな。CQ 出版？CQ 出版社ってのは出してるんだって。だから多分初めは違う名前だったと思うんですよ。戦後すぐとかに出てきて。で、その CQ ハムラジオがすごい有名になったから、ああ、こっちをもう会社名にしちゃおうぜ。っていうようなね、ことにね、なったんでしょうね。うん。CQ 出版社のノートだって、なんかネタがね、ネタができたな。私は厨房の時は、ラジオの制作っていうのをね、毎月欠かさず。だから3年ぐらい撮ったからこれぐらい、ね。あったわけですよ。人にあげちゃったけど、今でも時々あげないで撮ってればよかったな。だから私結局もう文系コースの修羅で、そういうハンダ付けしたりとかね、トランジスターの仕組みとかね、興味はすごくあったんだけど、だから数学がわかんないっていうのと同じですよ。数学脳の人っているんですよね。数学脳の人って。そういう人って、もうほっといても、数列字、ね。その式を見たら、その式の意味するところがパーッとこう入ってくるわけよ。入ってくるらしい。私には絶対考えられない。だからそうしたその式を変形させて、この式を変形させたらこうなるでしょって言われて出てきたら、そうだよね、当たり前だのクラッカーだよねとかって思うんでしょう。私なんかそんなことされたって、折り紙の本でもね、こう点点点は山折りで、通点通点通点は谷折りでね、それだけルールが決まってて、でこうやってこう通点通点線と点点点点線があって、こう折ったらこういう風にパカッと開いてなるでしょ。だから折り紙慣れてる人は、通行してる人は当然なるよね。で私なんかは全くわかりません。なんでこの線とこういう動きしたらこういう風になんでなるんですかね。で最近は動画とかでやってますよ。動画で見ても、何遍見ても、あれあれあれあ、みたいにね。だから、やっぱり脳のね、得意不得意ってあるんですよね。私にはそういうのはすごい不得意で、だからラジオの制作せっかく買ってるんだけど、その、もう、トランジスターの仕組みっていうか、ね、最近、ようやく、まあ、理屈としてはね、結局その、こういうさざ波みたいなのを、そのさざ波の形は同じままに、
こう増幅するということができる、それが真空管でありトランジスタなのだ、ね、でトランジスタのちっちゃいのをみちっと積み込んだのがあの IC でありね、もうそういう世界にどんどん行ってるけど、だからそういうラジオの制作に載ってるような制作物でも、昔はその単体のトランジスタとか抵抗とかですね、で我々の頃はこういう IC というものが出てきてっていうね、 IC というものが出てきて、でこういうものを組み合わせればパーソナルコンピューターというものも作れてみたいなね。だけどそのパーソナルコンピューターって言ったって今の性能の1000分の1とか1万分の1ぐらいの程度のもんですよ。だけど何でも黎明期にやる人ってのは偉いよね。そのこのパソコン部ってありましたよ、高校の時に。コンピューター部だったかな。もう私と生きる世界が違うよね。でもその憧れっていうのはあって、だから1回か2回キットを買ってきてやるんだけど、やっぱりセンスなんですよね、センスがね。そのトランジスタの足をこの基板に突っ込んで、ちょっと折って、で、ハンダゴテってのあるんですよ。厚くな先っちょがね。で、ハンダっていうのがあって、鉛とかその溶けやすい金属で、そのトランジスタが突っ込んだ基板を裏返しして、この足がちょっと出てるのをピッピッピッってやると、これはね、センスがあるんですよ、センスが。で、私はそういうセンスも極めてないというかね。ないという。まあ今からでもやったらでしょうけど、もう人生で何するかって、もう何でもかんでもやりたいこと全てはできないですから、もうとてもそのトランジスタ工作までね、まあさっき言いかけてたのは、我々の頃は IC というものが出始めた頃だったっていう話でね。だからラジオの制作見て、この何図その記号があるんですよ。トランジスタを表す符号とか抵抗を表す符号っていうのは、これカク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 っとこういう線で書いたらこれは抵抗なんですよね。無駄な抵抗は寄せとか、でそこに3、オームか、抵抗の単位ってなんだっけ、抵抗の単位使わないからね、オームですね、オーム、オーム。ね。5オームとか、3、キロオームとか。ね。そう。あと、ダイオード。ダイオード。ダイオードってのは電気を貯めるんだとかね。まさにわかんないですね。あと、半導体。半導体、トランジスタ、半導体なんですけど、未だに、ダイオード、半導体というものを説明する文章を何回も読んだことがあるんだけど、読むたびにわからない。で、時々そういう入門本みたいなのを、ね。だから結局それはなんかその素粒子論とかそういうところまで行くわけですよね。だから私の性格ってどうも奥の、また奥の本質的なところまで突っ込んで教えてくれなかったらわかんない。だけど、皆さんは、大体、こういうことになってるから、こうなのよで、納得できる。ね。だから、数学の数式でも、これは、ね、二乗方程式、なんだっけ、二連方程式、解くのに、ね、2x プラス、で、とにかく、x とか y が、二乗になってるやつが連立してる方程式。解くのに公式があって、この公式に当てはめたら解けますよ。私はそれでは納得いかない人間で、なんでそういう公式なの？だから科学としては、学問としてはそれは正しい姿勢なんだけど、だからその円の円周の長さをどうやって設けろ、まあ、測ることができるか。これ小学生ぐらいの時に考えて、ね。だから、微分とか積分とかそういうのを使って
やるんだって言うけど、もうその小学生5年生ぐらいの頭でこのね円を6つに切り分けて、次は12に切り分けて、限りなく細かく切り分けて、そしたらその円の、何半径をその2つの辺とし、また底辺がむちゃくちゃ小さい三角形がたくさんできるわけだから、その一つの細長い、ものすごく細長い三角形の面積がいくらかということを求めることができれば、それが何個あるかということで、それは面積か、その底辺の長さね、をそれ式に当てはめたら円周が出せるんじゃねって、そこまで考えたんです。それ以上追求はしなかったですけど、だからすごいこう原理原則の、だから半導体の理解ってやっぱり素粒子論ね、半導体っていうことでも尾崎レオナさんとかね、そういう感じの名前がパッパッと出てくるわけですけども、結局でそういうのを数式でパラパラパラと表して、で今 YouTube っていうね、すごく便利な魅惑の世界でコンピューターグラフィックスっていう表現手段があってね、これまでは止まってる絵しか見せられないからね、表現できなかったのが、もう動画でこのグラフが動くっていうか、広く展開する、またそれを上から見る、横から見る、下から見る、またそれをイメージとして、イメージとして非常にビジュアルに美しい描くね、素粒子の世界なんかもそういう見せ方してくれて、この直感的に分かる、直感的に分かるね、でも直感的に分かるっていうのも学者さんにとっても結構大事みたいで、自然科学にしても人文学にしても、だから直感で仮説を立てるわけじゃないですか。あとはひたすらその仮説が合ってるか合ってないかね、裏付けをもうたくさん積み上げるっていう世界に、それは自然科学でも人文科学でもね、なるわけでね。直感でばかり言ってる人は学者ではないわけですよね。単なるひらめき屋で。だから、すごい、こう、学問の巧みな人に、ちょっと絶対他の人は思いつかないだろうけど、っていう直感ひらめきを伝授してあげる。そういう、こう、ひらめき屋みたいな仕事があったら、私ももう持ってこいじゃないかなっていうふうに、でもないね。もっとひらめく人いるからね。最近はそういうのをかなり抑圧してきましたから、ひらめきもなんか乏しくなってきたんだよね。本当に。灘稲田さんってね、精神科医で、ユング派の精神学ですよ。だから薬をバンバン出してじゃなくって、患者の話をじっくり聞いて、この患者の症状のこのその本人にとっての原因は何なのかっていうのを解きほぐしていく、それ日本にパーンとね、河井隼雄さんとかね、そういう人がパーンと広げてってやったんだけど、灘稲田ってのはそういうあの流派のね精神医学の人で、ほんでエッセイもたくさん書いてたわけね、小説も書いてたのかな。で、その人が心の形とかっていうエッセイね、司馬遼太郎のこの国の形をパクって、心の形っていうエッセイ書いて、その中にですね、そのイメージっていう問題で、イマジネーションの泉があって、私がその泉に手をパッと差し入れて、すくい上げてパッと散らすと、イマジネーションの泉の水がパーとたくさんの水の玉がパーッと空中に飛び上がって、そしてその空中に飛び上がった水の粒一つ一つをよく見ると、それ一つ一つが素晴らしい物語になっているではありませんかとかってね、灘稲田が書いてるわけでね。で、灘稲田の結論はそういうふうには私のイマジネーションはなかなかひらめいてくれませんというので、私ももう灘稲田先生に同感なわけですよね。もう私も今ね、もう電車が脱線して
レールがないところを出てですね、レールがないところをひたすら走ってるとそういう状態。そう、今日私ね、すごい批判を持ったのはラジオ聞いてて、ラジオショッピングで、もう茶番ですよ。でも気になるのはお値段ですよね。こんな素晴らしいものだったら、皆さんやっぱりこういうご時世ですから、安い値段で買いたいと思うんですが、なんとかさん、もうちょっとなんとかなりませんか。そうですね。それではちょっと頑張って999円税込みでさせていただきます。いいんですか。こんなのね、台本に全部書いてるわけだ。茶番もいいところだよね。茶番もそんな台本見せられて、この通りお前やれって言われたね。俺だったらね、豆腐の角に頭ぶつけて死にたいよね。はっきり言わせてもらって。なんかもうこういう、そういう番組ってこう、もう堕落してるっていうか、出してるっていうかね。もう本当に。そう、そんなとこに文句言ってもしょうがないですけど、そう、それをね、それも言おうかなと思って今言えてよかったですよ。もう35分なんです、35分。本当にもう、だだしゃべり。だしゃべりの日刊生放送で、第2部クリスチャン新聞タイムスリップにも行かず。でも、一つ目は、続けてやったと。昨日やって今日もやったと。で、今日はことのほか6時の鐘がね、鳴る音を聞いていただけて、ほんで35分超えたけど、まあそういう時間で丸めて終わることができたということでね、もう素晴らしい、いいわけですよ。で、これよりもよくできたら超ベリー素晴らしいと。で、もっと素晴らしければ超超超ベリーベリーベリー素晴らしい神回みたいなね。神回も結構これまでねあったと思いますね。で、それ神回も出しながら1200、今いくら、今1300回に向かってまっしぐらです。すいません、喉がねちょっと荒れるんでありましてね。うん、そういうことでもう死にましょう。で、お聞きになってるあなたに、天地をお作りになった誠の神様からの豊かな祝福と守りと導きがありますようにお祈り申し上げつつ、今日の日刊の妄想これにて、明日もね、もちろんございます。コメント欄ほっとしました、ありがとうございました。あ、なんでしょうね、あ、 QC ハムラジオかな、 QC ハムレイディオのことかな。ね、若い時に憧れて読んだ雑誌見てほっとした。それとも私と同様、実はあんまり理系の方はところでなくて、憧れてたけどうまいこと電気工作できなかった、それでほっとしたのか、ほっとしたの中身は分かりませんけど、とにかくほっとしていただいた。バッテラ、バッテラ、あの弁当にね、スーパーの寿司を買うこと、そう、バッテラを買うことも多いんですよ。バッテラ買ったらバッテラばっかりだからね。バッテラもあるし、うなぎもあるし、これもあるしっていうので、この値段でしてくれたら絶対買うんだけど、やっぱり敵も去るもの引っかくもので、そうはいかじということでね、攻防戦があるわけですね。帰りのバスの中っていう方もおられますね。そういうことでお聞きいただいて誠にありがとうございました。明日もよろしくお願いいたします。それでは失礼いたします。どうも。